2024年辰年明けましておめでとうございます。今日はですねゲストということで私の友達のつくも思いでつくもさんに来ていただきましたということでですね、今日は私がその普段ピッチアクセント調整アカウントってやってると思うんですけど、それに出てきた単語でみんながこの単語はこのアクセントなんじゃないかみたいに揉めてる単語いろいろあるんですよ。でそれをちょっとじゃあ彼と話し合っていこうかなと思います。はい、イエーイ、イエーイ、はい、これさっきも実はやってましていろいろ聞いたんですね。結構だから面白い話みたいなの聞けて、例えばなんですけど、じゃあプロテインバーのアクセントは、プロテインバーかそれともプロテインバーかどっちですか？プロテインバー、プロテインバー、バーにアクセントが来る、はい、じゃあ、サラダバー、サラダバー、ドリンクバー、ドリンクバー、これはどうですか？サラダバー、ドリンクバー、サラダバーでドリンクバー、はい、あ、そう、これはアクセントが2つ違います。バーにアクセントが来るときと来ないときあるみたいな。じゃあ、あずきバーはどうですか？あずきバー、あずきバー。あずきバー。あずきバー。これは、あずきバーになるのね。はいはいはい。面白いですね。こうやってその、同じ人でも、そのバーにアクセントが来るときとそうじゃないときあったりするわけですね。ちなみに、私はバーに来ますね。全部。あずきバー、ドリンクバー、サラダバー、みたいな感じ。で、プロテインバーですね。これもあったか。そもそもとほぼほぼは同じ。そもそも、ほぼほぼ。そもそも、ほぼほぼ。ほぼほぼはまあ確かにそもそも若者っぽいから、ちょっと。そもそもって言葉自体昔からあるから、だから昔のアクセントなんだけど、人によってまあそもそもって言ってる人もいるよね。確かにいますね。うん、いますね、はい。あとこれ、これだな、やっぱおかか論争。これどっちだ？おかか、おかか。おかかですね。おかか。おかか。なるほど。私はおかかですね。ちなみにこれは NHK 日本語発音アクセント辞典による2009年版によると、おかかですね。平板が載ってます。正しいアクセントとしてはおかかが載ってますが、ですが現状多分おかかって言ってる人はかなり増えてきてますね。なるほど。若い世代。こういう感じでその日本人同士も話すとこれ結構キリがなくて面白いですね。スタバとスタバこの間やったんですよ。スタバが多分関東。で、スタバが関西。うん、でだけど、秋葉は、私は秋葉。秋葉です。秋葉ですね。これ、秋葉って言ってる人いるか？いや、聞いたことないですね。これ、この人によると、秋葉って言ってる人がいるって書いてあって。あんまり聞いたことない。秋葉。頭だか。ただ、中うは、やっぱり、基本的に中う。中う。中うですね。中うとか中うとかは聞かないですね。聞かないですね。みたいな。固有名詞系は結構揉めますね。この間のね、さっきも言ったけど、チョコパイとチョコパイみたいな。チョコパイ。チョコパイ。でも、エンゼルパイのことはエンゼルパイとは言わないですね。エンゼルパイです、ね。エンゼルパイです、ね。フランスパンとフランスパン的なもんで、これは静岡県民か。フランスパンですね。うん、絶対にフランスパン。フランスパン。フランスパンって聞いたらどんな感じですか？フランのスパンみたいな。そういう感じがしちゃう。なるほどね。いやこういう感じだから、ちょっとでもアクセント、耳慣れないやつを聞くと、なんか、全然違うものに、さっきなんだっけ、あ、そうだ、早々のフリーレンだ。早々のフリーレン。そうそう。これ、早々のフリーレンって言ったらどんな感じがしますか？早々のフリーレン、その中国の、早々のフリーレンみたいに聞こえますね。中国のそっちの方に聞こえちゃうと。みたいな。あ、そうだ、これもあった。パイの実とパイの実。パイの実ですね。私もパイの実ですね。でも、どっちかっていうと、なんか関東だとパイの実が優勢な感じがありますね。この人の投票によると、発表、投票があって、37.5% がパイのみ。62.5%、半分以上がパイのみですね、やっぱり。パイのみの方が多い。なるほど。これさっき言ってた。金属のメタルと、音楽のそのヘビーメタルとかのメタルで区別しますか？どうですか？いや、なんか同じ気がしますね。私も、うん、特に別に区別はしてないですね。ギターとか音楽とかって言います？ギター。ギター。ギター。音楽。はいはいはい。これ専門家アクセントってやつなんです。ある特定のジャンルとかに詳しい人がアクセントをなんかわざと変えて言うような現象があって。なるほど。他にもまあ例えばアーティストのことアーティストとか言うとなんかそういうのあるじゃないですか、ね。そんな感じが。はい、いかがだったでしょうか。このように日本人同士でもですね、かなりピッチアクセントについて揉める単語があるようです。でそれでなんですけれども、皆さん、もしよければですね、私のこのピッチアクセントに関するポドキャストとか、こういう動画にですね、ゲスト出演してみませんか？日本人でも、日本語を勉強している、まあ日本人でない方でも、どちらでも構いません。ピッチアクセントに興味のある方、出てみたいよという方がいらっしゃいましたら、Discord、Twitter 等で私に連絡を取ってください。今日はご視聴ありがとうございました。